お、富士山、富士山綺麗だな。写真撮っとくか。どうも、こやっチャンネルです。今ですね、正面に見える山、見えますかね、丹沢のですね、大山に向かっています。大山に向かっているというか、まあ、矢櫃峠に向かっています。今日ですね、今から矢櫃峠から、大山にちょっとね登ってみようかなと思います。もともとね、バイクも乗るんですけど、山登りなんかもね、もともと趣味でやってはいるんですが、最近はね、もうバイクとか、まあ、車とかそんなのばっかりで、もうしばらく山登ってなかったので、まあ今年も2021年、もう終わりそうなので、もう12月の半ばですね、今日は。なので、ちょっと今年の最後に一つ山でも登ってみようかなと思ってやってきました。今日乗ってるバイクは、ホンダのズーマー X ですね。110cc の、インジェクションのモデルですけれども、これ何年ぐらい前だろう、6年ぐらい前かな、新車で購入して、今走行距離5377キロ、まあそんなにしょっちゅう乗ってるバイクではないですけども、これなかなか使い勝手が良くて気に入ってますね。でね、まあちょこちょこいじるところはいじってるんですけど、まあ外観をまあちょっと後で紹介できたらいいかな。うん、これ今マフラーの音入ってますかね。森脇のマフラーついてますけど、これがね、まあ、個人的にはね、ちょっと音が大きいような気はしています。まあ、バイク好きの人から言わせるとね、いい音してるねなんて言われるんですけど、バイクにそれほど興味のない人からすれば、まあただのうるさいバイクだよね。まあ個人的にはまあこれぐらいでもまあ許容範囲なんだけど、もうちょい音が抑えられてるといいかななんて思いますね。あ、それでね、今日撮影してるのは、GoPro なんだけど、MAX レンズモジュラーが先日のアップデートで対応になったので、やっと MAX レンズモジュラー、試せる日が来ましたね。もうレンズ自体はね、だいぶ前から買ってあったんだけど、もういつになったら使えるんだよこれ、ずっと待ちに待っていました。今回ね、初投入がねもう一つあって、ウランジの、マグネットクイックリリースブラケット、なんかわかんない、そんなような名前だったかな。それもね、今回ちょっと試してみます。まあ、取り付ける位置はいつもね、首に引っ掛けるネックマウントなんですけど、ネックマウントよりもちょっと下めについてますね。スクーターで乗る分には体が起きてるんで、まあ、多少下めであってもそんなに違和感がないんじゃないかなとは思います。あと、まあ、MAX レンズ使ってるんで画角が相当広いと思うので、まあ、多少のところはまあカバーできるかな。一応そんな感じで行ってみたいと思います。矢櫃峠までの道を今、結構登ってきましたね。いや、天気いいな。これはいい山登り日和じゃないでしょうか。ただ心配はガソリンがだいぶ減ってきましたね。まあ、山頂までは行ける。帰りにどこかでガソリンを入れたい。まあ、ガス欠にならなきゃいいな。それでね、なんか
宮ヶ瀬の方にはなんか抜けられないようですね今日は。あの先ほどた、まあ今日ヤビス峠まで行くなんてツイートをしたら、たかしさんがあのそちらあの何、宮ヶ瀬の方には抜けられないよなんていう、画像付きの、コメントをくれました。まあね、早めに山降りてきたらそっち側抜けるのもありかなとは思ってたんですけど、うん、今日は特にね、またこの来た道を戻るつもりでいたので、まあ、影響はないかなと思います。いつも自転車の人も多いよねここね。あ、寒いな。天気はいいけど気温は相当低いんじゃないのこれ。いつもあれかな、もっと行楽シーズンに来るからかな、車がものすごい多いイメージがあるんだけど、あんまり走ってないよね。あ、対向車来た。そんなに車走ってなくていいよね。あ、気温がすごい低い。まあ天気がいいんで歩いてればまあそれなりには暖かくなってくるでしょう。やばい、ガソリンなくなってきた。マジでやばいかな。帰り下りだからまあ下までは降りれるだろう。お、そろそろ峠かな。目的地は右側です。お疲れ様でした。ヤビス峠、ちょっとここで写真だけ1枚撮らせてもらおうかな。ヤビス峠、標高761メートル。あ、この前止めたところに車がおるね。あ、ここでいいか。寒いけどまあしょうがない。今から山登りするんだけど、ちょっとその前にせっかく止めたんで外観的にちょっと見ましょうか。いじってあるのはね、ポイントはね、まずこのハンドル、竹川のハンドルがついてますね。これね、ちょっとハンドルの角度なんか絞、あの好きな角度に絞れるんでね、こっちに行ってます。あとね、この、メーターバイザーっていうのかな、このスクリーンをつけました。ちょっとメーターがね、ちょっとこんもりしてて、なんか見た目に好きじゃなかったんで、このつけてみました。あとはね、外観的にはこのマフラー、森脇のマフラー、これね、この色すごいよね、結構気に入ってます。あとなんだ、あと反対側に来て、このピタコのショックですね、これも変えてあります。最初ね、柔らかすぎてね、ボヨンボヨンして乗りにくかったんで変えました。あとつけてあるのは、キタコのね、パワーパックっていう、ハイスピードプーリーとインジェクションコントローラーのセットですね、を入れてあります。インジェクションコントローラーのおかげで、レブリミットは解除されて、かなり高回転まで回るようになってますね。最高速もだいぶ伸びてると思います。あとね、まあ元々の外観的な特徴としては、このフロントフォーク、倒立フロントフォークですね。結構見た目はインパクトあるんだけど、性能的にはね、それほどでもないと思います。これストロークが短いもんでね、結構底付きするんですよね。あとね、この辺、この部分ですね、まあ、ジェットヘルメットとかちっちゃいフルフェイスだったらまあ多分収まるとは思うんだけど、この部分にちょっと物を置けるようになってますね。長物なんかもね、横から通したりね、こう前からこう出るようにこう置いたりとかね、結構ね、使い道はね、結構あるのかなと思います。あとは今日はね、山登りなんで、ちょっと大きめのジビの箱つけてきました。この中にまあ今リュックとか山登りの道具入れてありますけど、
外観的には以上ですね。じゃあここからですね、登っていきたいと思います。芋がすげえザクザクだな。お、富士山、富士山綺麗だな。写真撮っとくか。阿夫利神社本社っていうのかな、こんな山頂ですね。たった今ですね、下山してまいりまして、これから帰路に着くところです。バイクで山登り行くとね、結構疲れるんですよ。なのであんまりね、きつい山とかね、遠いところとかね、バイクでは行けないんですよね。ここもね、自宅からだいたい2時間半ぐらいかな、ヤビス峠まで。まあ限界でしょうね、これが。今日はね、天気も良くて、山頂からはもう東京も全部一望できましたね。うっすらと スカイツリーが見えましたね。今日みたいな空気の澄んだ日はいいですよね、遠くまで見渡せて。最近やっぱりバイクばっかり乗ってると体力のなさを痛感しますね。多分ですけど、世の中のバイク乗りの 90% 以上は歩けないんじゃないのかな。山道なんかこんな歩ける人いないんじゃないのかな、バイク乗りに。結構ね、バイクのお友達に、あ、ゆっくり行けって言ってる。バイクの友達に山登りでも行こうかって言うと大体断られるよね。まあしょうがないね、みんなおじさんたちばっかだから。もう歩きたがらないよね。ああ、それでね、今、撮影してる GoPro のこのマウントですけど、あのマグネットでくっつけるやつ、これ意外といいんじゃないのか。毎回ヘルメットかぶった時にマイクのジャックを刺すんですけど、マイクのジャックを刺したり首に引っ掛けたりなんなりかんなりがね、結構大変なんですよ。でこの装着がこれ簡単なんで、マイクのジャケット、マイクのソケットを刺すためにこう外したりまたつけたりが簡単にチャッチャッとやれちゃうので、すごくこれいいですね。これはいい買い物をしたのかも。ただね、冬のジャケットを着てると、これ今着てる服は多分限界ですね。これ以上暑いのを着ちゃうと、もう一枚ねモコモコしてるバイクジャケットありますけど、多分あれダメだろうな。うん、これぐらいだったらまあギリいけますね。あとまあ夏場のね薄いジャケットだったら全然問題ないと思いますね。
これは良い買い物だったんじゃないでしょうか。あーバスバス、それではですね、今日はこのズーマー X をレビューなんかしながら、山登りに行ってきたっていう動画です。まあ、今年ももう終わりなので、来年も頑張って YouTube 動画なんか上げられたらいいなーなんて思ってます。それでは今日はこの辺で失礼いたします。どいてくれてありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。